皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました。トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日はトルコ。では参ります。えー、2週間以上前かな、トルコを取り上げさせていただきました。なぜ今回のウクライナ危機でトルコが重要なのかというと、ロシアがエネルギーを使って、えー、俺たちに対してはもうきつい制裁できないだろうという、最初の戦争前の読みがありました。 で、これはある程度効いていて、特にヨーロッパですね。EU の国々というのはロシアの天然ガスは石油にかなり依存していると。なので制裁が緩くなるんじゃないかという読みがありました。それを打ち破って今、西側陣営って強烈な制裁を課してるんですけれども、これを長期的に ロシアに制裁を貸していく必要がありますし、今ギアを上げれるんであれば、どんどんギアを上げることで、ロシアの国内での反プーチン感情というのを煽っていって戦争を止めていく、そういう圧力を強めていかなければいけないということなんですね。ということになると、ロシアから天然ガスも石油ももう買いません。でも電気は賄えますという体制を作らなければいけないときに、実は地中海、 というところにたくさんの天然ガスのガス田がありますという話をさせていただきました。ところが、ここがですね、まあ、関係国で揉めに揉めていて、特にトルコがですね、そのこう利権にありつけないということで暴れまっているようなところがあるわけですよ。ダダっ子になっちゃってるところがあって、ここのガス田からですね、天然ガスをちゃんと採掘してヨーロッパに送ることができると、ロシアの お天然ガスは石油っていらんくなるっていう話なんですよ。さらに言うと、現在分かってるのは EU の国々の中の土地の下ですね、地面、シェールガスがものすごいあるということも分かってます。さらに原発の再稼働、ドイツは再稼働の、あれですね、あの、再稼働とか取り壊しの延長すらも、あの、拒否しても、 原発は全部壊していく従来通りの方針を打ち出したということで、本当にどうなってんだろうなと思うんですけども、まあ他の国が原発を、再稼働させていったりとか、新規の原発を立てていくことで、えー、これも、耐久性が出てくるってことになると、ロシアからの天然ガスとか石油がなくても、ざっくり言って100年ぐらいは、あの EU 電気大丈夫ですみたいな体制を全部うまくいけば作れます。全部うまくいけば。 そのうちの一つが地中海の天然ガスというところで、えー、トルコがですね、結構邪魔してるんですよね。勝手にあの、排他的経済水域を設けて勝手にですね、あの、天然ガスのところを自分たちで掘りに行っちゃって EU から制裁食らってとかもいろんなことが起こっているということで、このトルコと、 えー、それ以外の国々、イスラエルとかギリシャとかエジプトとかになりますけどね、具体的には。こういった国々が協調し合うことで地中海の天然ガスが大きく動きます。そうすると、えー、ロシアに依存する割合っていうのは、これまた低下してくるということですね。トルコ自体も、えー、天然ガスの33%かな、えー、ロシアから輸入してます。 でこれも賄えるのでトルコもロシアに頼る必要が少しずつなくなるんですよトルコって資源がない国なのでそこも考えてトルコにも多少ですねあのー、こうポケットの中にアメちゃんを入れてあげるっていうこともやはりギリシャとかイスラエルとかあと EU なんですかね一番は EU の国々とかっていうのも考えてあげつつですね対ロシアというところの強靭性を増していってもらいたいなというところだったんですけれども イスラエルの大統領が15年ぶりにトルコを訪問しまして、関係改善の象徴ということですね。ただし、イスラエルというのは、あのー、政治の中心は首相になります。首相、実権は首相になります。大統領というのは国家元首になりますけれども、あのー、あんまり政治に介入してくる人ではないんですね。うん。こまあ、人なんですけれども。まあ、一応象徴としてということですね。で、現在ですね、 えー、イスラエルというのはあのネタニヤフさんが失脚して、えー、新しいあの首相が出てますね名前がですね,、えー、とねベネットさんという方首相の方出てますねでこの人の任期は2年でもうはなから決まってます、えー、野党8党で今連立を組んでいるんですねなので他の野党の大きいところと輪番制を組んで2年で交代ねっていう形にしてますうん なので、結構ですね、あの、結構右派だと言われてる、ベネットさん結構右派だって言われてるんですけれども、うん、そうなってくるとトルコと組むってちょっとありえない話なんですが、輪番制になってるということで、まあ可能性はあるのかもしれないですね。ひとまず、えー、ですかね、うん、手紙のやり取りみたいな。 状況にはなりましたということです。ちなみにですね、エルドアンさんとネタニヤフクさんは多分、未だに分通してんじゃないかなと思いますけどね、分通してたんじゃないかなと思いますけど、まあ、あの、完全に切らないようにはしてるんですけども、一歩踏み込んだ形になりました。そしてですね、もう一番の犬猿の中ですね、1500年以上犬猿の中を続けております、トルコとギリシャなんですけれども、こちらですね、3月の14日のロイターのニュースなんですが、 13日にトルコのエルドアン大統領とギリシャのミツタキス首相がトルコのイスタンブールで 首脳会談を行ったということでございます。で、ウクライナの事態を受けて、か、の関係改善で、まだ初っ端ななので、具体的に何かが話し合われたわけではないんですけれども、えー、本当に関係改善をしていくということになると、いよいよ地中海のガスが動き出す可能性がある。イスラエルとの関係改善、ギリシャとの関係改善、エジプトとの関係改善、EU との関係改善まで行くと動くんですけど、 ただし、一番多分その中で関係改善難しいんじゃないかというふうに個人的に思ったのはギリシャなんですね。なんでかというともうずーっと仲悪いからなんですよ。あの、東ローマ帝国ができたぐらいからずっと仲悪いんですねで。その後、オスマントルコ帝国が東ローマ滅ぼすじゃないですか。で、第二次世界大戦でも別々の国に分かれて、あのー、まあ、ドンパチやり合うっていう。で、トルコ側が負けて、オスマントルコがなくなって、今のトルコになっていくんですけれども、まあ、とにかくずーっとなんかよ、 こう、いがみ合ってるような国なんですね。オスマントルコの末期、1800年代か。末期にギリシャって独立してるんですよ。その時にイギリス、フランス、ロシアが低下して独立してるんですけれども、結局第一次世界大戦では連合国がイギリス、フランス、ロシアですよね。日本もそこ加わってますけれども、そこにギリシャが入ってるんですよ。で、同盟国の方、ドイツとかオーストリアの方にオスマントルコ、トルコが入ってる。で、結局では負けてるんですよね。で、オスマントルコがもうな、事情なくなって、 滅亡してしまうというような、そういう歴史がありますね。で、この時に、この時にですね、えー、実は大きな火種が生まれておりまして、それは何かというと、キプロスという島をイギリスが支配しとったわけですよ。イギリスが。キプロスという島がイギリスから独立したのは1960年ですね。で、えー、ギリシャ人が8割、トルコ人が2割っていう島なんですよ。ところが、ギリシャが、 あの、その、キュプロスの中のギリシャ人を支援していくわけです。で、キュプロスの島そのものをギリシャの、なんですかね、国の中に編入してもらおうみたいな動きを見せるわけですねで。今、ウクライナで起こってること、結構そっくりなことが起こってるんですけど、それをトルコが嗅ぎつけるわけですよ。だからキュプロスという島がそもそもギリシャになっちゃうこれはいかんということで、軍を動かして、えー 北の方を占領してしまうわけですよ。トルコ人の2割ぐらいいるトルコ系民族の保護を理由に軍を動かして占領して実行支配をしてしまうんですね。で、えー、北キプロストルコ共和国っていうですね、もうそのまんまの名前の国を作ってしまうということで、それが現状まで、現在までずっと続いているような状況なんです。で、えー、2017年かな。 に、エルドアンさんが、ギリシャを訪問して、これが国家元首としてのギリシャ訪問というのが65年ぶりだとこでギリシャもですね、国を挙げて大歓迎するんです。これでも改善しなかった。エルドアンさんちなみに、とですね、2010年かな、首相の時も、ギリシャ行ってるんですけれども、大統領になってからも行ってということをして、関係改善を謳ったんですけれども、その後ですね、このやっぱりガスとか、領土、領海の問題で折り合いが使わなくて、 2020年、19年か20年にトルコが、まあ、リビアと組んでですね、自分たちが、リビアの中で自分たちが支援している勢力と組んで、勝手に、えー、排他的経済水域を発表してしまって、そこで、えー、ガス電の、あのー、採掘をし出すんですよ。開発をし出してしまうんですよ。で、これにはもうギリシャも EU もイスラエルももう、怒りに怒った。なんでかというと、イスラエルと、えー、トルコとか EU を結ぶパイプラインを作ろうとしてたんですね。 で、もちろん、そもそも工事費が大きすぎて、まあ止まっていたっちゃ止まってたんですけども、トルコがそこのど真ん中ぶちく抜くような形で、排他的経済水域を作ったんで、これできなくなってしまったんですよ。もう明らかにイラがわせで邪魔をしているということなんですね。で、トルコはトルコとしてエネルギーその取れる国じゃないので、自分たちもこの地中海のガス田の、やはりこの権益を欲しいっていうのもあったと思うんですけれども、身動きがつく、 ト,トレンドになっちゃうんですよ。膠着状態に。で、この時に、ギリシャも軍艦出して、戦艦出して、トルコも戦艦出して、あわや戦争一歩手前まで行ってるんですね。キューバ危機みたいな感じになってるんですよ。2020年です、それが。ということで、ギリシャとトルコがこんなに早く、うん、関係改善を模索するとは思っていなかったんですけれども、えー、まあ、それぐらいはやはりウクライナのインパクトが大きかったってことですね。で、トルコは現在、NATO 加盟国であるにもかかわらず、 ロシアに対して非難をする明確な立場を取ってませんね。明確。で、これを明確なと立場をなんとか取らしたいというところもあって、えー、日本が今動いてるんですね。こんな感じで。はい。3月の18日かな ?19 日か。19日の午前ですね。午前10時半、えー、トルコを訪問しました。林さんがですね。訪問して外相会談を行ってます。そこで一応国際法に違反してるとロシアのやってることは。っていうところまで、 引き出しましたね。共同声明はですね、出てないんじゃないかなと思いますね。外務省のホームページに共同声明出てないので、うーん、まだ、あの、表に出てきてないだけかもしれませんけども、出てると情報はありませんね。でも、一応ですね、国際法違反だっていうところまでは引っ張り出したということです。で、トルコは多分これ以上は乗っかってこれないんじゃないかなと思いますね。ロシアがもう負けるの決定的になったら乗っかってくると思いますけども、あの、現金な国なんで。 ただ、ロシアを批判すると、そのまま自分たちがキプロスでやってることも国際法違反だろうっていうことで、批判されてしまうので、トルコは慎重になってるんじゃないかなと思いますね。ということになると、トルコとしては、ギリシャとかイスラエルとか EU もそうですけれども、後々つつかれたくないので、今関係改善をしたいということですね。で、ここで、 あの、EU とかギリシャ、イスラエル、そしてエジプトもそうですけれども、まあトルコにも一定の権利あげるから地中海のガス動かそうよっていうところでまとまっていくと、いよいよ地中海のガスが動き出すということになりそうかなと思います。えー、この辺に関しては、まあ劇的な動きになるかもしれませんけれども、まあ時間もかかりそうな気もしますけれども、鍵を握っている一つではあるということですね。ロシアを封じ込めていくための。鍵を握っている一つでありますので、え、また随時ですね、お届けをさせていただきたいと思います。 はい。ではですね、少しだけウクライナの情報を行こうというふうに思いますけれども、えっ、ー、とですね、ウクライナに戦闘機を供給するという話はもう、えー、結構ダメになっちゃってますね。もう話も上がってこなくなってきましたが、その代わりに、ウクライナの空を守るために、えー、防空システムですね。これがロシアの S300 というのをスロバキアから提供しようという話になっております。で、 スロバキアは、の国防省は、あの、提供してもいいということを言ってるんですけれども、その代わり、その S300 の代替になるような防空システムをくれと。それが配備されなきゃ渡せない。まあ、これ当たり前の話ですよね。それで、アメリカのパトリオットシステムをくれと。パトリオットくれって言ってるわけですよ。ところが、パトリオットはアメリカから運んだらものすごい時間かかっちゃうので、ということで、ひとまず、あの、 NATO の国の中で協力してよっていうところで、ドイツとオランダがスロバキアに渡しますっていう話をして、すでにこんな感じで、スロバキアに向かって運んでますっていう映像も確認できてました。それがどうやらスロバキアに到着した模様なんですけれども、で、一部ウクライナの方なんかが喜んでらっしゃるんですね。これで S300 で防空システム、 あのシステムがウクライナに来るということで、えー、制空権がまた取り戻せるかもしれないということで喜んでいる方もいるんですけれどもどうやらそこまで簡単じゃないぞというお話ですねこれ、ロイターなんですけれども英語の記事になりますが,が、えー、ロイターでいきますと確かに届く確かに届くんだけれどもスロバキアの,です、ね、あの防衛大臣の方がこんなことを言ってますね。 はい。などしは、パトリオットシステムは、補完的なものであり、スロバキアが運用しているソビエト時代の S300 システムに変わるものではないと述べたということですね。なので、今回、あの、スロバキアが S300 を手放すためのものでは今回なくて、あの、うん、NATO が東側を増強しましょうってやっている一環のものであるっていう言い方をしてるんですね。これが、ロシアをけ、 煙に巻くための円膜で言っているのか、まだ本格的なパトリオットシステムが供給されてないから S300 まだ渡せませんって言っているのかというのは、ちょっとまだ判断がつかないところということでございます。S300 が、あの、ウクライナに渡るとですね、キエフ付近は、まあ、かなり制空権を奪い返せるんじゃないかなっていう方も現在いらっしゃいますね。いらっしゃいますので、ちょっとこの情報もですね、えー、もう少し見守っていきたいんですけれども、とにかく、 あの、もう民間人を巻き込むような破壊的なミサイルの打ち込み方をしてます。もう、あの、完全に虐殺だと思いますね。ということを今ロシアがやってます。1000発以上のミサイルでもう学校とかですね、もう完全にそこには、あの、軍人さんではなくて一般の民間の人がシェルターで隠れてるっていうところを狙い撃ちしてますね。うん。あの、ウクライナの人の士気を気く、くじこうとしてます。で、 えー、ゼレンスキーさんに対しても暗殺部隊をさらに増強し送り込んだという情報もあるので指揮、えー、をくじいていってゼレンスキーさんを撃ち取る形であの幕引きにしようということですねこのまま軍で押し込んでいってももう取れないと思ってるんじゃないですかねウクライナの抵抗が激しいのでということを考えると今後さらに危ない兵器を使い出す可能性もあってその一番の標的が今おそらくですけれどもマリウポリになってますおそらくマリウポリになってるんでちょっとその辺もですね 気をつけて情報を追っていきたいなと思いますがロシアのこういった暴挙を止めるためにもですね、えー、エネルギーの問題であったりとかこういう防空システムを提供する問題というのが早くクリアになっていくといいなというふうに思います。はい、ということで本日はトルコのお話ということでごございましたご視聴ありがとうございました。